I know you've been hurt, I know that you're trying. The boss is complaining, your phone's always ringing. Outside there's the cold wind, inside the monotony. イギリスはマスクつけなくてもいいですもん。はい、カフェ着いた。ということで、私ね、約そうですね、1ヶ月 YouTube をお休みしていたんですけども、復活します。はい、この1ヶ月はね、もう新年も始まったことでしたので、はい、もう新年といい、心身といい、はい、もう心も体も十分にチャージした1ヶ月でした。その間はね、皆さんからの、温かいコメント、いろんなコメントを読ませていただいて、本当にもう感謝しております。嬉しいです、ありがとうございます。この1ヶ月でね、まあ普通に時間を過ごしてはい、それとともにね、ちょっと感じたことがあるんだけど、どの仕事にもね、はい、難しい部分というかチャレンジングな部分があると思うんですけど、今ね、私がすごく感じていることは、私のね、周りにいる人々で傷ついたりとか落ち込んでいる人がいたら、さりげない優しさを、さりげない、なんていうの、思いやりで接したいなって思いました。実際ね、なんか悩んでるっていう時に、みんなどうして人に話ししないのって思った時もあるんですけど、本当に傷ついたり落ち込んだりしてる時ってね、いちいち話さないんですよ。で、笑って声のトーンを上げてお話しすると、周りの人もね、あまり気づかない。だから人の心ってね、隠せるって思いました。そういうことを経験して、親友だからとか家族だからとか、そんな関係でも話さないことって、話せないことってあると思うんですね。そうだから、さりげない優しさで人に余計に接したいなと思った、はい、期間でした。私が一人でね、カメラに向かって話してるから大丈夫かなって思ったって。そうですよね、ブロガーってそう、なんか変に思われるんですよ。だってみんなとさ話してるの、私の中ではね。だけど普通の人から見ると、カメラに向かって一人で話して大丈夫ってなるらしくて、この間もね、友達にね、笑われましたよ。でもやっぱり YouTube してると慣れてくるからね。はい、っていう感じです。最近続けてる外を歩く習慣、外を歩くって最高にいい。シンプルなことだし、いつでもできるし、なんで今までしなかったんだろうっていう感じです。あー、気持ちいいね。はい、ってことでまたお家に戻ります。あ、最近髪も染めたよ、バリアージュで、ちょっとね、明るいブロンドみたいな。私ブラウンって言ったんだけど、結構明るくしてくれました。からですね、ミュージカルを見てきます。友達がね、
演技するんですよピノキオの役で、はい、出るので応援していきます。That's quite lightish, but still full of flavour. Mm-hmm. 今からですね、友達と買い物してきます。花ちゃんです。Long lasting makeup setting spray. Okay. Tempting.Might try something. This looks good. Dessert time. Colorings. I'm so hot. Try rage. Oh my god, it looks so hot. I can see the It's not hot. Drinking my margarita. Cute. お寿司買いました。今からお家に帰ります。